こんにちは。名古屋セラピストオフィス、柴田敏夫です。今日もアロマテラピー専門ノックをご覧いただき、誠にありがとうございます。ではまず、20秒のシンキングタイムをどうぞ。 それでは180回目の1000本の句を見ていきます今日は唾液の成分に関する説問になります717本目アミラーゼこれは糖質消化酵素ですから丸になります718本目ムチンこれはいわゆる粘液ですから丸になります719本目リゾチウム これは抗菌作用のある唾液の成分ですから丸になります。720本目、塩酸。これは唾液ではなくて、胃液です。ね。ですから、ペケになります。唾液の成分としては、今日出てきましたアミラーゼ、ムチン、リゾチウム。この他に IgA、 免疫グロブリン A があることも覚えておいてください。ですから、食べ物を食べるときは、よく噛んで、唾液を食べ物に混ぜると良いと言われるのは、この IgA、免疫グロブリン A でもう口の中でね、こう免疫作用を起こすということにもつながりますので、食べ物はよく噛んで食べましょう。はい、それでは今日はこれで終了になります。 私のブログとこの YouTube 動画を合わせてご利用いただけますとあなたの勉強の効率がさらに高まりますのでブログへの読者登録この YouTube 動画へのチャンネル登録をぜひよろしくお願いします今日も最後までご覧いただき誠にありがとうございましたではまた明日お会いしましょう